これより、2020ジャパンオールスタードリームマッチに関しまして、記者会見の方をスタートさせていただきます。私 T リーグの候補の江島と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと何分にもですね、全く選手たちもバラバラの場所からの、会見ということで、我々も初めての試みなんですけれども、ちょっとご不便、ちょっとスタートも遅れましたが、ご不便をおかけすることもあるかと思いますけれども、何卒よろしくお願いいたします。それでは早速ですが始めてまいりたいと思います。日本代表選抜の男子では、ご順々でご紹介させていただきますけれども、宇田幸也選手、丹羽孝希選手、張本智和選手、水谷隼選手、近藤正孝選手、こちらが日本代表選抜としてご出場いただきます。で、T リーグ選抜として、及川瑞基選手、陣拓也選手、田添響選手、戸上俊介選手が出場していただくということになっております。で、本日ですね、田添響選手がちょっとスケジュールの都合で、欠席となりますのでご了承いただければというふうに思います。で、女子の方ですけれども、日本代表選抜として石川佳純選手、長崎美優選手、早月菜選手に出場していただきます。こちら長崎美優選手が、本日スケジュールの都合で欠席となります。で、Tリーグ選抜として井出沢京香選手、加藤美優選手、木原美優選手、森さくら選手にリーグ選抜として出場いただくということになっております。はい、それでは、早速ではございますが、加藤選手も入っていただいたようですね。ありがとうございます。それでは早速ですけれども、選手の皆さんに、2020ジャパンオールスタードリームマッチに関しましてですね、意気込みであるとか、今の現在の状態であるとか、コンディションとかですね、そういったところをお聞かせいただければと思いますので、まずは出場する選手の皆さんに、一言ずつ、いただいていければと思います。それでは、日本代表選抜男子からいきたいと思いますけれども、先ほどご紹介させていただいた50音順でお伺いしていければと思います。ではまずはじめに、伊田幸也選手、コメントをいただいてもよろしいでしょうか。お願いいたします。宇田幸也です。今回のドリームマッチでは、今コロナが、広がっている中で、卓球界をもっともっとこれから盛り上げていけるように頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では続きまして、ちょうどお隣にいらっしゃるんですかね、丹羽孝希選手、よろしくお願いいたします。はい、丹羽孝希です。カタールオープンから半年間試合がなかったので、試合ができるのを嬉しく思っています。今の状態は NT 合宿があるので、すごくいい状態で試合に臨めると思います。はい、ありがとうございます。では続きまして、張本智和選手、よろしくお願いいたします。はい、張本智和です。卓球ファンの皆様は半年間卓球の試合を見れなかったと思うので、思う存分9月14日は卓球を楽しんでいただけたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは水谷隼選手、お願いいたします。こんにちは、水谷隼です。約半年間、試合がない中で非常に試合が恋しく感じています。自分の状態も非常にいい状態ですし、皆さんに素晴らしいプレーを見せれるんじゃないかなと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではお隣にいらっしゃいますかね、森園選手、森園正孝選手、よろしくお願いいたします。はい、森園正孝です。本当に久々の試合で今すごくワクワクしてます。応援してくれる皆さんと、楽しめるような試合ができるように、頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では続きまして、 T リーグ選抜の選手の皆様にもお話をお聞かせいただければと思います。まず及川瑞基選手、よろしくお願いいたします。及川選手、音声が入ってない、あ、すいません。はい、大丈夫です。こんにちは、及川瑞基です。こういったコロナの状況で半年間試合がなく、ファンの皆さんにもプレーを見せれていないので、こういった機会を得れたので、皆さんに、ファンの皆さんと一緒になって、
盛り上げていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、陣拓也選手お願いいたします。はい、TT セカの陣拓也です。私は、ガッツあるプレーが持ち味ですので、久々に皆さんの前でガッツあふれるプレーをお届けできるように精一杯全力でプレーをしたいと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、戸上俊介選手お願いいたします。はい、戸上俊介です。この大会を通じて、卓球界に貢献できたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。男子の選手の皆様ありがとうございました。では続きまして、女子の選手の皆様にも一言をいただいていきたいと思います。日本代表選抜、石川佳純選手からお願いできますでしょうか。はい、半年間試合がない中で、やっとこうしてドリームマッチとして試合が始められるので、卓球界にとって新しい一歩になればいいですし、私自身もすごく楽しみにしているので、選手も、卓球ファンの皆様も一緒に楽しめたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。では続きまして、早田ひな選手お願いできますでしょうか。早田選手、音声がオフになっているかと思います。はい、ありがとうございます。すみません、こんにちは、早田ひなです。このような企画を考えてくださった卓球関係者の皆様や、スタッフの皆さんに本当に感謝しています。私たちもその期待に応えられるように、そして卓球ファンの皆さんに喜んでもらえるように精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、 T リーグ選抜の皆様にもお聞かせいただければと思います。井出沢京香選手お願いいたします。こんにちは、井出沢京香です。無観客試合でありますが、自分の良いプレーを届けられるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では続きまして、加藤美優選手、お願いいたします。今コロナが流行ってる時期で、すごく大変な思いをしている方もたくさんいると思うんですけど、そういう方たちに元気を与えられるように頑張ります。はい、ありがとうございます。続きまして、木原美優選手お願いいたします。はい、木原美優です。はい、木原美優です。3月のカタールオープンからの、久しぶりの試合で、すごく楽しみにしているので、思い切って1本目から戦っていきたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは最後、堀桜選手お願いいたします。はい、日本生命レッドエルフの堀桜です。コロナ禍の中ですごく皆さん大変な思いをされていると思うんですけど、その中で一人でも多くの方に勇気や元気を与えられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。選手の皆様、ありがとうございました。皆様からですね、久しぶりの試合ということではありますけれども、非常に力強い言葉をご頂戴いたしまして、試合すごく楽しみになってきたんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。それでは、本日の会見の方、こちらで終了させていただきたいと思います。選手の皆様、メディアの皆様、本日はお集まりいただきましてありがとうございました。また14日よろしくお願いいたします。ありがとうございました。